テニス好きならほとんどの方はアンドレ・アガシをご存知でしょう。彼は1990年代から2000年代前半にかけて活躍した伝説的なテニス選手であり、アガシは当時異端だったトレードマークのド派手なウェアと長髪でテニス界に新風を吹き込んでいきました。1990年代にテニス人気を復活させるほどテニス界に影響を与え、キャリアを通して多くのテニスファンに愛されるレガシーを残していったんです。こんにちは、テニスソウルです。今回の動画ではアンドレ・アガシの伝説的なテニス人生、プレースタイルについて徹底解説していきたいと思います。これがアンドレ・アガシの物語です。それでは見ていきましょう。アンドレ・アガシは元プロボクサーの父にテニス選手として育てられました。これが最悪の経験か最高の経験かは議論が分かれると思います。幼少期は彼が学校から帰ってきた日にはいつも球出しを1万球かそれ以上打たされていました。父親の価値観からとにかく練習を重視していたのか、友達と遊ぶことさえ許されず、ただただ幼少期を球出しに使いました。この期間で確実に強くなりましたが、それまでに心の支えがない状態でした。試合では無敵とまで言われていましたが、メンタルの制御が効かずラケットを何本も折っていたのは有名な話です。13歳の時にニック・ボロテリー・アカデミーに入って、周りの影響でどんどん成長していきました。プロ転向後、勝てないことが増えていき、負けてはラケットを折り号泣を繰り返していましたが、1988年に全米全仏でトップ4にまで勝てるメンタルと実力を身につけていき、18歳で世界3位になる快挙まで成し遂げました。この辺りからピート・サンプラスやアンドレ・ゴメスやジム・クーリエに噛みつける実力を備えていました。1992年にゴラン・イワニセビッチに勝利して初の四大大会優勝を手にしましたが、不調が続きランキングを100位台まで落としました。そこに2人目のキーパーソンであるブラッド・ギルバートというコーチを雇うことになり、結果それまでの不調が嘘かのように再起を果たし、1999年全仏オープンでキャリアグランドスラムを達成しました。そこからさらにうなぎ登りの成績を残し、同年の全米オープンで5年ぶり2度目の優勝を遂げ、2000年全豪オープン、2001年全豪オープンで大会2連覇を果たしました。2001年にはシュティフィー・グラフと結婚し、2003年の全豪オープンまで活躍していましたが、そこからグランドスラムに遠ざかっていきました。それでも2005年に3年ぶりに全米オープンで決勝進出しましたが、準優勝で終わり、2006年に全米オープンを最後に現役引退しました。ここからはアガシのプレースタイルについて解説します。アガシのプレースタイルは、球出しに変化をつけバウンド直後に打つライジングを得意としていました。これは今までになかったことで、とても革新的なことです。球の変化に影響されにくく、相手のタイミングを崩せるショットです。それに加え、フラットショットであったために全球エース級の球が打てます。それがあだで不調になることもしばしばありました。アガシの代名詞であるリターンは、コンパクトなスイングで角度、速さが他の選手のものとははるかに違うものです。アガシは異次元のリターンで、サーブをサーブで返しているかのようなリターンでした。サンプラスとのライバル関係は有名ですが、34回戦い14回の勝利がありますが、グランドスラムでは1回しか勝てなかった相手でもあります。実は彼はプレーに入る時にメタンフェタミンを服用していました。
これにより興奮し集中力が上がりますが、ドーピングです。精神的に戦い続けないと世界のトップにはいられないのかもしれません。それに加え、ウィンブルドンを3年の間ボイコットしていて、ウィンブルドンの規定で白のウェアでの出場が義務ですが、それに異議を唱えていました。アガシはその分枠を超えて情熱や意志を持ってテニスをできるのはテニスへの愛情があるからでしょうし、あそこまで競争して他を抜くこともしないでしょう。また長年の挑発から坊主になったように思えますが、選手の時にすでにカツラをかぶっていたと自伝オープンで明らかにしています。いかがだったでしょうか。テニスが嫌いになったアガシですが、テニスが嫌いなんじゃなくて父親が作ったテニスが嫌いになったのだと思います。しかしコーチや恋人に出会い、自分のテニスや人生を歩むことでテニスへの愛情を取り戻していきました。こんな魅力あふれるアガシだからこそのストーリーですね。このチャンネルではテニス選手の生い立ち、プレースタイルなどを取り扱っております。これを見ているあなたがテニス好きでしたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。